矢選手アンステーブルの土地を揃えてますね、うん、洒落てますね、おしゃれ。さあ序盤2人とも3マナからお新たな地平で、そうですね、伸ばしていきました。やっぱ桐明さんの方はこれでもう最後まで突っ走る可能性ありますね、はい、7回殴って終わりは全然ありますね。さあおこれはプレインズウォーカーキラーでもありますね。タフネス5を、はい、まあ、触るカードが日焼けさんの方に多分入ってないので、うんうん、ナヒリぐらいですかね。ナヒリが2枚入ってるんですけども、マイナス X で殺すしかないと、はい、そういったカードが引けないと、まあ、ずっとこの3点クロックを受け続ける形になってしまうかもしれないですね。計算して6マナ、はい、ウギンの召喚者召喚隊、なるほど、殴らない場面を固めにいってる感じですかね。そうね、うん、ハンドにもう土地しかないので、はい、うん、どうですかね、攻めても良さそうですけどね。その結局6、6を立てたことで、はい、まあ、4、3が殴っダメージレースかけてくるかっていうと、うん、まあ、ちょっと怪しいと思うんですよね、まあ、逆にそのこの3号を失うことの方が、はい、まあ、二股さん的にはまあ勝ち手段、はい、勝ち目をなくしてしまうので、まあ、4、3ちょっとブロックしづらいと思うんですよ、うん、なので、うーん、まあ、例えばキラケさんの方が、はい、まあ、この4、3を殴って、まあ、3号にブロックされたら、はい、まあ、3号を処理できるカードを持っていた場合、まあ、絶対殴ってくると思うんですよ、はい、まあ、そうした場合受けるかどうかですよね。で3号でブロックしないのであれば、はい、3号はさっきのターン、うん、まあ、殴っておくべきだったかなとは思いますね、うん、このアタックがじゃあアタックするかどうかで、ま、この3点が響いてくるかもしれないですね。うん、うん、6、6を前にしてやっぱ4、3は、うん、まあ、殴れないと思うんですよね。であるならば、まあ、3号を、まあ、寝かしておく。で3号が起きているのであれば相手はワンチャンスをつかみに、まあ、4、3が殴ってくるかもしれない。さあ、ペクさんまで楽園のドリード追加します。さあ 4-3 アタックしました。ここで受けるんであれば、そうですね、やっぱり殴りたかったですね、うんうん、ブロックしないならアタックして、そうですね、少しでもライフを減らしていく、うん、というところですが、3マナで連帯、うん、アタックした上で3号ブロ、除去していきました。山本選手もアタックして17対14ですかね、はい、17対14そしてもう二間さんリューダーは1枚残っています。まあ土地ですね、はい、なるほど。桐明選手どう攻めるか、進化と、進化と侵略するマンティコアですか、はい、ここは 4-3 アタックするか、 4-3 でアタック、ここも受けていきます。12対14そしてマンチコア出てきました。
かなりキレフ選手が押しています。結構骨太のクリーチャーが揃ってますね。そうですね、タマス選手の方はどうにかしたい盤面ではありますが、しばらく北間選手の方は防戦一方というか、4号と4スアタックするか、これはどういうふうにアタックしますかね。2体ですね。まあ反動を使うかどうかだとは思うんですけども、はい、まあ、ライフ的にもう12なんで、はい、まあ、全部いってもいいですよね。これでトランプルつけて全部いって、うん、で、まあ、有利トレードされてしまうところを生贄に捧げて進化を使う、うん、まあ、例えば22と21を、はい、まあ、6633で受けてくるようであれば8点通って進化で4点で終わりなんで、はい、はい、まあ、ここは全部いくのが一番良さそうではありますけどね、はい、まあ、違う、まあ、ブロックしてくるようであれば、まあ、進化で66を22に減らしてとか、はい、まあ、そういうことができますので、まあ、そんなに損はしないので、うん、ここは全部アタックが、まあ、パッと見はそれが良さそうかなと思います。何か中断入ったんですかね。ちょっと最初のちょっと盤面を見ていないような形になってますが、あ、戻ってきました。竹脇選手はコンバットを考えてます。には4345221とどろく拡充によって全員トランプルがついています。と全部アタックですね。フルパンしてとなると二松選手はどういうブロックが一番良さそうですか。難しいです。いや、まあまあ負けかなって感じではありますけど、まあ、やるんであれば、まあ、6を、まあ、そうですね、まあ、3-3で 4-3 は 3-3 で受けた方がいいと思うんですよね、うん、6-6をどこに置くかみたいな話になってくると思うんですけど、ダブルブロック。こうなると、まあ、多分二俣さん的には、はい、見た目その3点火力をケアした動きになりますね、うん、3点があるんじゃねえかと。そうなると66だけで45を受けると、まあ、33になっちゃう、うん、だから21をつけることによって、まあ、合計5点与える3段だったと思うんですけど、うん、まあ、4点火力だったと。進化上4点、うん、まあ、なかなか進化は読めないと思うんで、あ、まあ、これはしょうがないですね。木崎選手が一方的な盤面を作り上げました。木崎選手まだ勝ってるかと思いきや、はい、投了しましたね。さあ、第4期リミテッド新挑戦者決定戦決勝戦、まずは桐明選手が1本選手いたしました。さあ、サイドボードですけども、桐明選手も
カードかなり骨太というか、そうですね、テーマナイキー入ってない分、まあ、上に寄せてるので、うん、まあ、そういった意味で苦しいかもしれないですね。トマ選手よりも一回り上のサイズを持ってきてるみたいな、うん、イメージでしたが、平均マナコスト多分4マナぐらいなのかな、3.8 ぐらいなのかな、それぐらいちょっと重いですね。さあサイドボード的には特に、まあ、よりファッティ勝負をする可能性はありますね、はい、うん、大きいサイズのクリーチャー出してきた相手に対してさらに大きいクリーチャーをつけると、ね、うん、まだ676の、うん、資源のワームとかも余ってますので、はい、切り明けさん的にはそういうのも入れてくる可能性はありますね。まあ、まあ、カラーリングの都合上、はい、まあ、二俣さんは、まあ、飛行クリーチャーがいますので、うん、まあ、それを、まあ、序盤から叩きつけていけば、まあ、ダメージレースといいますか、はい、まあ、ダメージの通りやすさは、まあ、多分二俣さんの方が高いと思いますので、うん、そういったクリーチャーがちゃんと引けるかどうかですね、うん、ちょっと1戦目は、まあ、フラットしてしまったので、はい、まあ、できるだけ飛行クリーチャーで攻めていきたいと、ね、そうですね、まあ、地上は大きいクリーチャーで止めて、日焼け選手の方はそういった飛行対策みたいなのも特にありますか？多分ないとは思いますね。そうですね、取れてないかな。あってビビアンの、まあ、到達をつけるぐらい、そうですねですかね。さあ、ただいま第4期リミテッドシーン挑戦者決定戦決勝戦の模様をお送りしております。決勝戦は青緑の二俣洋次郎選手対赤緑の切り明け翔選手の対戦になります。まず1ゲーム目は切り明け選手が選手いたしまして、ただいまサイドボード中でございます。まあ、ちょっと二俣さんのデッキが、はい、まあ、やっぱそのマナサポートを多く入れてしまうと、はい、うん、まあ、やっぱああいう風にフラットになりがちなので、はい、まあ、そういったのをどこかのタイミングで、まあ、後手番のタイミングとかで、はいはい、まあ、減らしたいとかした方がいいかもしれないですね、まあ、結局、まあ、切り明けさんの方が、まあ、どっしりというか、うんうん、あんまり序盤攻めてこないので、まあ、ちょっと長くなるゲームを見据えて、まあ、ナチュラルに土地を引くような構成にしてもまあいいかなと思います。できるだけ身を増やして、そうですね、はい、いう形ですかね。さあ、お互いサイドボード終わったようです。日焼け選手は土地2枚、お互いキープですね。これは二俣さんいい手札ですね。序盤のクリーチャーもいて、はい、まあ、フィニッシュ兼受けでもある
永遠神の投入もテクノにあると、うん、だこの放送で1枚1回も見ていないカードですね。さあまずは飛行チニーから出してきました。平木選手は楽園のドリードでマナを増やしていきます。うん、まあ、さっき言ったように二間さん飛行が出ているので、そうですね、まだ殴らなかった、まあ、4マナのカードの多さを考えると、はい、まあ、殴っても良かったと思いますけどね、うん、さあ欅選手はこの4マナ行き到達の場面で悩んでますが、セルタなんかプレインズウォーカーいっぱいあるように、そうですねティボルトとビビアンとナヒリですか、ナヒリ、ビビアンの悪意味がありそうですね、はい、すごい豪華な手ないな感じですが、まずはここはティボルトか、何から入りたいですかね。まあ、ティーボルトから入ってもいいっちゃいいですけど、なんとも言えないですね難しいところ。さあクロールのトゲ刺し2に接し、二股さんが土地が止まりましたかね、はい、3万で止まってしまいました。さあ平木選手はよくマナがないとこのルーターも起動しづらいというか、うん、ここで、まあ、固められて、はい、プレーンゾーカーを出されていくと二股さん的にはかなり苦しいですね、うん、盤面のクロックが、まあ、1点しかないですからね、うん、なかなかプレーンゾーカーを落としづらい、そうですね、倒しづらい状況にはなってますね。キラキさん2-2接してアタック、さあここは、うん、何出すか迷っていますが、ビビアンの悪意味、なるほど、まあ後になってから使うようなイメージなんですけど、そうですね、相当遅いターンじゃないとまあ空振ってしまうので、うん、まあ、今はそんなに脅威じゃないかなとは思います、うん、まあ、フェンゾーカー出さずにこういった後から効くようなカード出してきましたが、もうちょっとゆっくりできるみたいな判断なんですかね。ちょっとわからないですねうん、選手は土地を置いて終了。さあ 2-2 でアタックしていってライフは16-20、なかなかフェンゾーカー出さない、カウンター警戒しているとかですかね。どうですかね、カウンターはケアできるマナーはあるので、はい、なんかもうこっからはアークボーアーク意味で、まあ、インスタントタイミングで動いてっていうのを考えているのかもしれないですね、うん、好きなくという話ですかね。玉選手はここで3番、エンドにビビアンの組で5枚 X
いっぱいなんか選べそうですが、意外と多くなかったですね。で、3まで4、3のクロンチですね。はい、さんの場合には22セッシー43してラケンドリア21、チャンドラぐらいは出してもいいんじゃないかなと思うんですけどね。固くないに出さないというか。ここで3マナでようやくティボルト出してきました。うん、常になんか2マナ進化ですか、はい、を構えていたいのかな。ただもうすぐ使って追って落とすと、うん、はい、3号として、ここは2、2と4、3で殴ると、まあ、殴って良さそうですけどね、はい、ティボルト、うん、ティボルトを殴らせることで次のダメージも約束できますので、うん、6点入ることによってライフは10。地味にティボルトの能力が永遠死の投入のライフゲインライフをやられない、うん、ただ青は出ないですかね。黒を出そうとするとそこは出せないと。スタマ選手は A 分の永遠死2飛行で動員1です。なるほど、ここはティボルト1点ぐらいは削っておきたかったですけどね。デビル出されたくないですかね。そうですね、うん、ですがライフを大事にしたのか。まあ、言うてブロックもそんなにしないと思うので、うん、ここでまあ、クリーチャーをブロッカーに回していくと、はい、まあ、勝ち手段のカードがまあ削れていくことになりますので、はい、うん、ここでナヒリを出すのはいいですね。まあ、先制攻撃が接種と相性いいので、はい、2-2接種がいける、はい、でクロンチも殴りにいけるんで、うん、まあ、二俣さんのそのクリーチャー陣がやっぱ線が細いのが、はい、うん、まあ、切明さんのプレーをかなり簡単にしてますよね、うん、まあ、ちょっと後押ししてあげればもう攻め込めるっていう状況ですので、うん、4-3-2-2摂氏というサイズに対してちょっと二間さんは結構無力に近いというか、考えてますね。さあ4マナ、そしてチャンドラからいくか。出さず、マヒー出さずに 4-3-2 アタック。そしてまあ全部でクロンチですかか一体だけ、うん、2セッション 2-2 ブロック、そしてクロンチは1動員の 1-1 ブロックして防ぎました。でチャンドラですかね、この動きは。はい、チャンドラ、いやカードが強いですね。そうですね。レインゾーカもレアも揃ってる。トマさんとしてはクロンチに対抗できる
ぐらいのサイズ欲しいところですかね、やっぱり島を引きましたね、うん、これで、まあ、ティボルトを倒して、まあ、そうですね、二俣さんも、まあ、そのプラン考えてましたね、島引いたら、はい、ANC の投入を打って、まあ、クロンチ処理して、はい、さあクロンチに対して 4点与え、さらに動員4をして4点ゲイン。このカードマジでお化けですね。大逆転カードと。さあ落ちたのはビビアンとレイアの3点の火力。さあまだ戦える。そうですね、手札にマーリンコードと、はい、3マナ1音のスペルを回収するカードがありますので、はいはい、それでもう一回原子の投入をで、まあ、盤面を、うん、まあ、8-8を作って、まあ、それで殴っていく形に持っていったらまだあるかもしれないんですけど、まあ、若干タイムラグがあるんで、はい、まあ、そこがどうなるかですね。今サンドラからナヒリめくりましたね。まあ、出すしかないですよね、はい、そして飛行地に除去すると、はい、手札にもう1枚あるのでさあこのシャンドラがどんどんアドバンテージを生み出していきます。トマさんとしてはシャンドラ落としていく、うん、難しいですねこの。切り明けさんの方は、はい、まあ、盤面にクロックがないので、うん、まあ、一回落ち着いてアーリンコードでも良さそうではありますけどね。チャンドラを殴ってその後にアーリンを出すか、はい、44は一緒デビューでブロックされます。なるほど、6六を出すと、はい、はい、さあ切り上げさんターンに戻って必ずまくったのは山、これは強いですねこれは4マナ4マナって動けるのか。これ増殖、そうですね、増殖して4点打ち込んで、で手札の4-3も出せる、うん、ここでマイナス4で4のゾンビトークを除去。チャンドラいたんでターン土地にマイプレイしている、うん、キラキ選手はコートの方が、トマ選手はインスタント総裁回収する金を出して、よしマッサー
進んでしまってるんで、うん、巻き戻せなさそうな感じはしますね。いますが、はい、はい、こうなってしまうと、もうチャンドラー捨ててもいいですよね、マイナス7で、まあ、今のうちに、はい、まあ、7点削って、うん、まあ、ちょっとチャンドラー2枚土地を置いてしまった日については、今確認したんですけど、ちょっと進みすぎているので、そのまま続行ということで。ここがキラキ選手、フルパンサー、まあ、殴るにしてもチャンドラーマイナスからいってもいいと思いますけどね。1-3でサンディブロックとルーターをしますが、うん、ここはちょっと家の召喚タイムを取られてしまいます。死なないんじゃないですか、ファーストストライクで2点削れるだけで、うん、あ、4点削れるだけですね。さあ関谷選手はまだプラス、ここで山、クリーチャー出さなくてもアークボーするだけでいいと思うけど、さあここ4マナの相手のトップ見る、そうですね、相手のトップを見るカードですね。あ、ちょっと、ちょっと忘れてますね。さあただ二間選手もかなりもうきつい盤面、そうですね、もうあのちゃんとはどうすんのっていう、まあ、盤面ではありますね。8個カウンター乗ってます。トマ選手はアーリンで狼トークン出しますが、ただちょっともう7点入ってしまうと、そうですね、かなり決まってしまいますそうな気もしますが、あ、エンドにアークボは使わなかったんですね、はい、一応クリーチャー1体追加するだけで、はい、ほぼ無理だ、そうですね、チャンドラのマイナスなんと合わせて、はい、まあ、絶対3点以上取るんで、うん、まあ、場面的にはもう勝負は、はい、消していますので、はい、キマとルギーの召喚でブロックしますが、うん、ここでキマを一点下げて遠心の投入回収、2点取ってライフは8、チャンドラは、はい、マイナス7、タマさんライフは1になります。そして7枚めくってモーターンそれらを唱えられるということで、そうですね、うん、これは、ああ、だいたい出してだいたいだいたい出してって感じですかね、はい、9枚ご機嫌ということで、確かにだいぶらい何枚なんだろう、まあ、7枚もめくってたらで4枚、7枚めくって遠心の通りで4枚を削っているので、もしかしたらライブラリードでというところでしたが、まあ、そうですね、ライブラリーも十分にあると。なるほど、二間選手はリンで
トークを追加します。これも財布が1点なので、さあ2回目の演出の投入。あ、もうでもライブラリは残り2枚で、ライフが5になって、意外といけたりします。いやいやどうすかね。あ、ここあのギルドの弾みたいなのを使って、はい、まあ、マーフォーク出してもよかったかもしれないですね。ここを抑えきれれば、まあ、チャンドラはもう使えないんで、はい、ワンチャンスあるかもしれないですねここはライフ今1と表示されていますが、はい、ライフ5ですので、はい、ちょっと甘えた行動が裏目に出てしまったか。さあ、そして、はい、さすがですかね。勝負決心いたしました、第4期ミテッド神挑戦者決定戦、優勝は赤目より桐明翔先生です。おめでとうございます。おめでとうございます。